ドラマ史上最速、TBS が挑む、クロサギ、2025年冬に帰ってくる。その理由は平野陽の新たな試練。クロサギ、2025年、驚愕の演技力が炸裂。こんにちは、ドラマファンの皆さん。今回は、注目のドラマ続編についてお伝えします。そうです。平野陽さん主演の、クロサギが待望の続編を控えています。 様々な噂が飛び交っていますが、どの情報が真実か気になりますよね。まず、前作、クロサギ2022が放送された際、平野史尋さんの圧倒的な演技が視聴者を引き込み、平均視聴率7.4を記録しました。しかし、その終わりには続編への期待感を煽るような言葉が、果たして、それは本当に続編の兆候だったのでしょうかここで注目すべきは、 平野史洋さんが昨年11月に金プリ、金プリを脱退したことです。一部では、続編は難しいだろうとの声も上がりましたが、驚きの情報が飛び込んできました。TBS 内で、黒詐欺、続編の制作が進行中で、なんと山下智久さんが特別ゲストとして呼ばれる計画が浮上しているとのこと。 これにより、ファンたちは再び平野紫耀さん演じる黒鷺と山下智久さんが共演する瞬間に期待が高まっています。ジャニーズ事務所の裏側で繰り広げられるドラマ制作の真相が、ファンの心を躍らせています。さて、続編の放送時期も気になりますね。通常、ドラマ続編は12年周期が多い中、今回は異例のスピード。 TBS が新たに立ち上げた制作会社、ザセブンや20億円かけて建設された新スタジオを駆使して、最短で2024年冬に制作が開始される可能性が浮上しています。つまり、続編が2025年1月からの冬ドラマとして登場する可能性が高まっています。また、新シリーズは原作漫画のシリーズ1、クロサギとシリーズ13、 シングル詐欺をもとに制作されており、リメイクというよりはリメイクプラス続編の要素が強いと言えそうです。2006年版の脚本家である篠崎恵里子さんが再び脚本を手掛け、その雰囲気もまた違った魅力を放っているようです。そして、平野紫洋さんの演技力についても多くの意見が寄せられています。ジャニーズ事務所に入所してから俳優としての活動も本格化し、彼の演技は成長を遂げているとの声が多く聞かれます。 山下智久さんと同じ役を演じ、そのプレッシャーに打ち勝ったとされ、ファンや視聴者から高い評価を得ています。最後に、平野紫耀さんの演技力について、ジャニーズ事務所に入所してから俳優としてのキャリアを積み重ね、クロサギではマフィアとの対決や緊迫感あふれるシーンで、その実力を発揮しました。山下智久さんと同じ役を演じるというプレッシャーもある中、平野紫耀さんの演技はファンから高く評価され、 その表現力には定評があります。新たな展開やキャスト、そして平野紫耀の魅力がどれほど引き立つか、ファンたちはワクワクしながら情報を待ち望んでいます。これからの発表にますます期待が高まりますね。あなたは新シリーズにどんな期待を寄せていますかドラマの舞台裏に迫る喜びとワクワクを共有しましょう。